はい、皆さんこんにちは。始まりました。今月もやってまいりました、エースお狙い、ね、来ましたね。今日も決まってるね。はい、ちょっと今日はキンキラキンにしてみました。キンキラキンですよ、もう眩しいもん。目がシュパシュパする。あ、斉藤さんもだいぶ決まってますね。俺、はい、俺はいいよ、いじんなくて。さあ、というわけで、今月も始まりました、エースを狙い、はい、今回でなんと3回目を迎えました。3回目ですか。ありがとうございます。もうね、俺1回ぐらいで終わると思ってた。マジっすか。マジっすか。集中力が続かないからさ、俺基本的に。ああ、そうです、ちょっと長いですもんね。3回もね、もうほんと30回でも300回でも目指しましょうよ。いきますか。はい、というわけで、はい、今月もエースを狙い始まります。というわけでですね、まずはですね、最初オープニングですね、はい、まあ、この番組の趣旨ですよ。はい、はい、この番組の趣旨をね、はい、もしかしたら今日初めて見る方もいるかもしれない。はい、ね、なんで説明させてください。この番組はですね、毎月多彩なアーティストさんをお呼びしまして、お、じゃあ今日も出てくるんですね。今日も出てきます。どんどん出てきますよ。どんどん、じゃんじゃん。しかもね、ちょっと話それちゃいますけど、はい、今日総勢17人。マジっすか、17人ですか。17、1、2、3、4、5、6、7、8、9、あれ、10、11、12、13、14、15、16、17、17人。まあ、スペシャルなね、ゲストさんたくさん来ていただいてますので、はい、まあ、そのバンドさんたちのですね、まあ、隠れた才能だったりだとかね、はい、音楽、まあ、ディープな話も含めてディープないろいろ掘り下げていきたいなと思うので、ぜひとも楽しみにしていてください。はい、というわけでですね、はい、で早速なんですが、まずオープニングトーク、はい、まあ、このね、台本にも書いてありますよ、ぶっちゃけて。あ、書いてあります。はい、あ、本当ですね。お二人の近況、忍者マンジャパンの告知などって書いてあります。あ、しましょう。しましょうよ。どんどんしていきましょう。ノンさん、最近どうですか。最近、あの、タケノコ掘りに出かけましてですね。はい、タケノコが、いいタケノコがまだ見つかってないですよね。タケノコね、タケノコね、はい、いいタケノコがなかなか、いいタケノコ、はい、まあ、そうですね、2月18、19日に、そうですね、僕、野々くんがですね、はい、まあ、やってる忍者マンジャパンというバンドありまして、はい、ありますね。で、まあ、そこで、ワンマンライブやったんですが、はい、その後ですね、野々さんがタケノコを取りに行くと。そうなんですよ、置き手紙を残してね。そうなんですよ、ちょっと伝説のタケノコを求めに伝説のタケノコをね、はい、そう、取りに行ってしまったというわけでね、まあ、後ほどですね、はい、多分 CM も入るのかな。忍者マンジャパンですね、ピンク大募集中ですので、言ってやんな、はい、いや、本当にタケノコ掘りに行った後のピンクを誰か募集してますんで、ぜひぜひ、後で CM の方、多分この辺に、ね、出ると思うんで、お願いします。はい、お願いします。というわけで、はい、忍者マンジャパン、まあ、ワンマンライブね、無事終わりまして。そうですね、3回もやりましたからね。3回やったね、全3ステージ、はい、3ステージ大変だったよ、全部で40曲だもん。そうっすよね、歌ったよ俺。歌いましたね。大変でしたよね。しかも、3回で、しかも1回芝居も結構長いじゃなかったですか今回。うん、そうだね、シーンも多くて、うん、次どのシーンだってなってますよね。そうね。そうだから、まあね、うん、楽屋にね、その進行表っていうかさ、はい、ありましたね。こう次は、はい、野々蔵のシーンとか、はいはい、次はこう才能ドーナッツ対決シーンとかね、ありましたね。もう台本の、うん、さらにこう大まかなね、項目ごとに分けてたりしてね、次何番のシーンだっけとか、そんな話が ね、 ななね、出てますね。もうだって台本とかもさ、もう何十枚にもなってくるじゃん。本当セリフも覚えるのも大変だし、それこそ忍者マンジャパンってね、アクションがあるじゃないですか。今回サリノさんのあれ大変でしたね、ドーナツのシーン。めっちゃ大変だったよ、ドーナツ撮るシーン。そう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 、あれもう一歩間違ったら本当に当たっちゃうから。いや、でも本当に3回成功してよかったです。本当に3回成功してよかったですよ、はい、はい、というわけで忍者マンジャパンね、はい、2月18、ね、19日、やりましたが、はい、まあ、ピンク大募集中ですので、ぜひともですね、興味を持たれた方は、タケノコを取り行ってしまったピンクの代わりにですね、はい、忍者マンジャパンピンク大募集しておりますので、はい、まあ、詳しくは忍者マンジャパンのホームページを見ていただければ、はい、詳しいこと載ってますので、ぜひともチェックしてください。お願いします、はい、じゃあですね、早速ですか、早速なんか iPad なんかで、おちょっとね、ツイッター的な ね、 おやりますか、まずみんな見てくれてるのかと、これ大事ですから、はい、あくまで生放送なんでね、そうですね、視聴者参加型番組というわけで、うん、これ言ってますよ、タケノコを言うてますよ、タケノコを言ってますね、頑張って探してって言ってますね。はい、パチ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 、ありがとうございます。まだ質問らしい質問は来てないですかね。はいはいはい、はい、いいですね。あ、そう、ちょっと遅れちゃったんですね。ごめんね、野々くん、はい、メイク時間かかるからね。いや、僕がちょっと今日も遅れてしまいましてですね、野々くんタケノコ帰りだからね、タケノコ帰りで、ちょっとなんか質問してみましょうよ、はい、ピンク打ってみた、はい、質問、うん、募集ですか、うん、じゃあ、はい、そうだな、野々くん、はい、何ですか、僕、野々くん、僕には、はい、
ファンの子に質問しないとダメだよね。そうですね。野野くん質問遅刻したかと思ったって。いやー、ですね、僕4時くらいですね、一瞬眠たいということを、なりまして、そんな気持ちになりまして、まあ、サリノさんもお気づきかと思いますけど、一瞬寝たんですね僕。はい、その時にね、今日もしこの場にいなかったら僕が寝坊で遅刻したんだよってブログを更新して寝たんですよ。そしたらサリノさんにコラーってコラーって言われたんですよね。はい、それでなんとか今日は遅刻しませんでした。本当にそうなんだ、ね、気が引き締まりました。長いものには巻かれるタイプなんだね。そうそうそう。大事大事、ね、大事、はい、ね、そうですね。さあ、まあこんな感じでちょっと衝突事故みたいになってしまいましたが、そろそろ行ってみますか。行ってみますか、ね、はい、というわけで、今月もやってみましょうか。はい、はい、あれですね。それでは、エースを狙い始まります。神版本命版好き版はここで発掘。最後のエースを狙え。君の言葉が、君の涙が、見えない明日を照らし始める。この胸の奥、信じることをやめないで、暗闇を切り裂いて。さあ、というわけで、はい、始まりました。本日のですね、早速のですね、1組目のゲスト、ご紹介したいと思います。はい、一発目ゲスト、オーバーシックス LP の皆さんです。どうもお願いします。さあ、というわけで自己紹介からお願いいたします。オーバーシックス LP ボーカルの江戸川優です。お、よいしょよいしょよいしょ。ギターの柳です。よいしょ。柳さん、ベースのゆたらです。よろしくお願いします。よいしょ、ゆたらさん。いやー、だいぶお久しぶりですね。久しぶりです。はい。で、まあ、簡単にご説明しましょう、視聴者の方にも。はい、そうですね。まあ、先月、2月25日ですか。そうですね。はい。まあ、この番組のですね、エースを狙えの連動型イベントというわけで、はい、下北沢レッグの方でですね、はい、まあね、連動イベントをやったんですが、そこに出演していただいたんですね。はい。うん。おっとおっ、そうですね、なるほど、ね、ありがとうございました。うん、でもライブはすごい楽しかったですよ、やっぱり。うん、そのイベント自体というか。うん、はい、でもトークの方だいぶやっぱ緊張されてましたよね、あの時ちょっと喋ったじゃないですか。転換で、うん、はい、でも僕だいぶ彼と打ち解けたんですよね。打ち解けた、はい、打ち解けました。2人でね、カメラ目線で、カメラ目線でちょっとかましました、ね、かましましたね。あ、そういう感じなんですね。かましましたね、みたいなキャラクターですね。なるほどね。はい、はい、まあ、じゃあ早速なんですが、はい、このね、オーバーシックス LP さんのですね、音源、本日用意していますので。お、マジですか。早速ですが聞かせてもらおうじゃないですか。はい、はいはい、じゃあちょっと曲紹介の方お願いします。じゃあオーバーシックス LP で、トワイライトです。
さあというわけで、聞いていただきました、オーバーシックス LP さんでトワイライト、はい、バージョンこれなんて呼べばいいの 0.9.1? 0.9.1 です。 0.9.1、 あ、はい、まあ、今ちょっとね、あの話を聞いてたんですが、これ何なんか意味あるんだよね、 0.9.1 にね。そうですね、あの体験版的な、体験版だ、体験版みたいな感じですね。あ、試作品っていうほど試作品でもないですけど、うん、あと 0.09 はどこに、もう少しって感じなんですね。じゃあもう少しもう少しなんだね。もう少しかなっていう 0.9 点じゃ、もう少しで 0.9.2 にもなるっていう。あ、もうと、もう飛んじゃいますけど、うんそうなんだね、飛んじゃいますね。これは配布終了されてるんですね。そうですね、もうこれは配布終わってあのライブ会場で、あのチェキ売ってまして、うんうん、はい、それを買ってくれた子にどうぞっていう。おー、すごいね、太っ腹だねそれは CDR か何か。 CDR ですね。うん、あ、じゃあもうメンバーが一個ずつ焼いてんだ。そうですね大変ですよね、あれね、やっぱね、みんなね、ガチャン、そうなんだよねで、もう だんだんさ、そのさ、焼く倍速スピード早めちゃってさあ、そこは我慢しました。あ、本当、はい、そうそう、あれね、ちょっと大変になってくるとさ、こう8倍速とか32倍速とかになって、僕いつも最高ですよ飛ぶ飛ぶ最高で飛んじゃうんだよ。そうですね、まあ、なんかこのトワイライトをこう制作するにあたって、はい、何かこう、ここはやっぱうちらにしか出せないよなみたいなこだわりってのはあるんですか。うん、そうですね、まあ最初の曲なので、うちらの、まずストレートにやりたかったっていうのがあるので、うんうんうん、そんなにらしさっていうらしさは、うん、でも勢いとかスピード感っていうのは、うん、らしさにしていきたいなっていう、おー、なるほど、ね、はい、感じですね。うん、結構ねアップテンポな感じで、はい、でもね、あの、まあ、本当今聞かせてもらってこう割と歌がね重視されてるというか、はい、その辺もやっぱこだわりだったりするのかな。そうですね、自分たちの今出したい色としては、うん、やっぱこの人の歌声、このリュウさんの歌声をみんなに聞いてもらいたいな、うん、なるほどなるほど、うん、そうなんですね、はい、作曲はちなみに誰がされてるんですか。あ、僕ですね、自分です。もう全部作り込まれる感じですか、基本的に。そうですね、自分はもう動機から何から一回ガシッと、そっちのパターンなんですね、作っちゃってメンバーに送ってどうかなっていう、そこから直していくって感じです。結構作曲もね、パターン分かれますもんね、いろんな人が。そうやってやる人もいるし、本当にね、コードとメロだけでこれどうしたらいいのっていう、ね、ワンコーラスもないじゃんっていう人いますしね。そうね。ちなみに血液型は A 型ですか。いや、B ですね。B 型ですか。はい、えらい B 型ですね。そんな、みんな何型なの。自分が A 型です、ね、A 型なんだ、はい、うん、俺 O 型です。あ、まあでも O 型っぽいよねちょっとね、わかる俺めっちゃ O だからそうそう、なんか共通するもの、なんか感じる、はぁっていう。でも O 型深い意味ないよO 型と O 型は合うって言いますよね多分ね、会話しないと思う。あ、むしろ、うん、あ、それでも成り立つそう、それでも、すっごいそれ分かる。それでも気にしない、はい、あのさ、よくさ、二人きりになるとこう無言の時間気になっちゃう人ってやっぱいるんだもんね。あ、俺です、でしょ、でしょ全然気にしないもんむしろなんか気使わせちゃってごめんみたいな大型あるよね、そういうとこね。大型も全然マイペースっていうかね、1時間でも2時間でも喋らずに結構ね、別にね、はい、で本人的には楽しんでんだよね、それでもね。全然あの嫌な気持ちとか普通にそうね、楽しくやってます。確かに知り合った頃は、うん、そんな話題ないじゃないですか、うん、黙ってましたずっと。あ、そうなんだ。ただの感じ悪い人みたいなもうでもね、なんかクールな感じでね、ベーシストっていう感じで、なんかそれぞれあれだよね、そのキャラ分けじゃないけどもぽいよね。ボーカルっぽいし、ギターっぽいし、ベースっぽいし、うん、そんな感じする。それは嬉しいですね。嬉しいですね、狙い通りにいってる。でもボーカルの人ってやっぱ目立ちたがりだもんね僕そこまででもなくて。あ、そうなんだ。はい、なんかそのバンド の、 その曲として、うん、その自分の声がなんか活かせればなとは思いますね。お、結構真面目なんだね。いや、でもそう言いますけど、うん、出たがりの方ですよそうでしょ今もう気づいたんですけど、さりげなくこう手振ってました。あ、振ってた気づかなかったわあちゃ、ね、いやでもボーカルはやっぱね、あの、まあ、僕なんてあれですから、あの写真で一番真ん中に写りたいから、ボーカル、うん、ね、マジですか。そうそうそう、ね、なんかすごいちっちゃい男みたいだけどいやいや、そんなことないですよね。でもなんかさ、そう、修学旅行とか、うん、でみんなでさ、ね、鎌倉とか行くわけじゃん、うん、なんかそういう時に
なんか自分真ん中にいないとちょっとあそういうタイプですか、詰めちゃうぞみたいな。ギタリストって結構なんか2番目とか3番目に おいしいポジションいきません？そうです、それがいいですね。そういうのが好きなのが真ん中は嫌なんだ。真ん中はそうですね、嫌、うん、です。主役にはなりたくないんですけど、あの、まあ、なんとかレンジャーでいう色いるじゃないですか、うんうん、はいはいはい。で、あの6人目みたいなメンバーいるじゃないですか、緑色とか、ああいうポジションが俺好きです。あ、そうなんだ、うん、すごいわかります。僕小幼稚園の時に七夕の短冊にみんな、あの、なんとかレンジャーレッドになりたいとかなんですよ、うんうん、僕なぜかブラックになりたいって書いて覚えたんですよ。ブラックか、微妙な、ね、でもなんか赤の後にはブラック目立ってるみたいなイメージありますしね。そういうのをなんか一番前にはいかないんですよ。そうなんだ、なんなんだろうねそれはね。で、僕の解析によるとベーシストはなぜか目立ちたがり屋が多いんですよ絶対。へー、なんかベースって一番目立ってるって思ってる人が多いような気がするんですよね。多分そうだと思いますよ。え、もうじゃあ修学旅行だったらどこに並んでたの？あ、自分の場合はあの前で目立ちたいんじゃなくて、うん、よく見ると後ろの方で目立ってる。そうなんだ。そうなんだ。そういうの大事なの。なんかこいつちょっと頭一つ抜きに出てんじゃんみたいなのが後から分かる感じ。なるほどね。そういうのを見てこう、うん、満足するタイプ。主張しない目立ちたがりいましたね、そういう人。絶対いましたよクラスに。結構ベースもそのポジションだと思うんですよね。ステージ上で見ても、ま、前にガッと出てくる場合もありますけど、まあ、そうだよね、うん、ちゃんと支えてるぞみたいなね。後ろにいるんだけどなんか目立つなっていう感じの、うん、なんか裏番的なね、裏番的なね、膝握ってるよって、うん、まあ、多分ドラムも結構そのタイプ多いですよね。なんでギターはやっぱ気持ちすごい分かるんですよね。なるほどね、はい、うん、小ずるいんです、多分小ずるい、小ずるいんだね、ちゃんとね。なるほど、そうですね、まあ、修学旅行はどうでもいいんですけど。そうか、まあなんかライブが、ちょろちょろ決まってるそうで。そうですね、はい、まずあの4月13日に、うん、自分たち一応本格始動っていう、おその日からスタートをしていくっていう、デモンストレーションではなく、ではなくでやっていって、うん、まあ、13日新宿ホリデー、ホリデー新宿さんの方で、うん、動き出しまして、であと4月は2本あるんですけど、うん、でそれともう一個決まってるのがまだ全然告知してないことなんですけど、うん、今初めて言うんですけど、あの、はい、この春にあのシングルを出します。おお、やりました、おめでとうございます、おめでとうございます、おめでとうございます。そうです、今聴いてもらったあの、うん、トワイライトっていう曲。お、しかもバージョンは何になるの？バージョンはもう1です。やっと1になったよ。やっとだよ。今聴いてもらったものとは全然違う音になってるんで。あ、そうなんだね。バージョンアップするんで。すべて取り直した再録っていう完成形。かなり自信作だね。むしろそれ持ってきてる今日。今制作中なんですよ。あ、そっか。まだ撮ってないもんね。そっか。え、何？それはいつ発売になるのかな？日にちまではちょっと決まってないんですけど。うん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 、春中には出せるようにっていう、今せっせと作業してます。2曲、2曲です、うん、楽しみじゃないですか、はい、うん、そうですね、ね、アーシャとかも撮ったりして、アーシャもこの間撮ってきて、うんうん、もうそれも、まあ、ここにあるアーシャなんですけど、お、あ、これなんですね、はい、はいはい、なんかすごい変わったところで撮ってそうですね、場所が。そうですね、あんまりバンドマンっぽくない、このなんか先導グラス綺麗だなと。あ、じゃあロケして撮ってきた感じなんですね。そうですね、ロケですね、はい、おー、なんかね、でもね、あのバンドのカラーが分かるよね。そうですね、とっても分かりやすいですね、うんうん、なんかすごい楽しみな活動が、ね、今後がね、今後は、うん、それは今レコーディングどれくらいやられてる感じですか？もうどれ進行状況的には。今ミックスですね、撮りは全部終わって、今ミックスをしてるところで。いやー、ほんとラフでもいいから持ってきてほしかった。そうね、でもそうですね、 9.0、 9.1、 0.9.1、はい、と1がどう違うかね、買ってみないとわからないっていうのがね。そうですね、買って聞いてもらえれば、うん、じゃあその際にはちゃんとこの番組に、あ、はい、いいですか、またじゃあまた来るから。いいよー、来て来て、出てもらって初公開的な、初公開じゃないか、そうですね、ずっとこうやって持ってます、ずっと。そうですね、あとなんかさっきちょっと話して、あの野球がとってもとってもか分かんないですけど好きだということを聞いたんですけども。あ、僕野球好きで、
はい、小学校ぐらいの頃からずっとやってたんですよ、うん、それで今でもヤクルトスワローズ、うん、あった、うん、はい、で神宮球場とかにも年に5、6回ぐらいは、あ、そう、本気だね、足運んで、はい、あ、もう大ファンで、でもね、それ、あれ、ハッピーみたいなの着ちゃうの、あ、もうユニフォーム、それでもタオルもやって、ひどい時には帽子とかかぶって、あ、そうなんだ、はい、やってます、すごいね、なんでたくさんある中でヤクルトなんですか？小さい頃に、うん、初めて野球を見に行った球場が神宮で、はい、ヤクルトスワローズだったんですよ、はい、それでもその時からもう、あ、かっこいいな、かっこいいな、池山みたいな。池山ですか。分かんないな。池山、古田池山。なんか今日初めて生き生きしてる。もうバンドじゃなくて野球やった方がいいかもしれないよ。そうそうそう。ちなみにポジションはどこやられてたんですか。昔セカンドでしたね。セカンドですか。僕もセカンドだったんですよ。はい、でも多分ちょっと違うと思うんですよね。セカンドだったっていう、その僕がセカンドやった理由は、うん、送球した時にファーストとかからとサードまで届かないんですよ、うんうんうん、でショートからファーストも際どかったんでセカンドからファーストだったら近いじゃないですか。なんで僕はセカンドを選んだんですけど、僕は多分そんな理由がないと思うんですよね。そうなのそういうもんなの。そういうもんですね、うん、でもセカンドってすごい頭使うんですよね。そうですね、セカンド一番、まあちょっとね、今音楽番組で見てる人分かんなかったらあれなんですけど、こう中継の時とかね、すごい使いますね。中継、はい、中継、あ、センターからピュッて投げてきて、ヘイって乗って、こうホームに投げたりとか。あ、中継ね、はい、つなぎってことね。つなぎってことね。そうですね、あとあれカバーですよね、大事なのが。はい、カバーとか、カバーの、はい、あー、まあこれ野球番組になってきたな。ごめんなさい、ごめんなさい。野球番組、例えばですよ、取った時に、まあ、まあショートが取るじゃないですか、うん、ショートだったらですけど、ピッチャーが取るじゃないですか、で、うん、ファーストで投げるじゃないですか、うん、ファーストが取れればいいんですよ、うん、取れなかったら大問題じゃないですか。取れなかった時のためにセカンドは走ってファーストの後ろにいるんですよ。よく見てください、高校野球とか特に。プロは分かんないですけど、うん、ちょっとね、もうプロはもうそういうのあんまやってるか分かんないですけど、高校野球とかセカンド何もやってるより走ってますから。なるほど、すごい走って、うん、こうやってやってますからね。はい。ごめんなさい、ちょっと野球ありがとうございました。いや野球いいですね、まあ、そんな野球が大好きな、はい、ね、オーバーシックス LP さん。いや、こいつだけです。そこは線引きするんだね。なるほど、なるほど。じゃあですね、もうちょっと残念ながら、もうね、ちょっとお別れの時間じゃないですけども、はい、このコーナー終わってしまうということで、最後に視聴者の皆様に何か一つ告知的なことをお願いします。じゃあオーバーシックス LP、4月13日から、本格的に始動しますので、でここからはもうどんどんスピード上げてやっていこうと思っているので、楽しみにしててください。あとシングルも買ってください。はい、というわけでオーバーシックス LP の皆さんでした。ありがとうございました。はい、では一旦 CM でーす。さあ、というわけで、はい、はい、次の2組目のそうです、ね、ゲストさん、もうスタンバっていただいております。いただいてますね。はい、それじゃあ早速行ってみましょうか。はい、はい、本日2組目のゲスト様です、ノイジークラウズさんです。はい、ありがとうございます。はい、どうも。お、それでは自己紹介の方お願いいたします。お願いします。はい、ボーカルでド M 担当のシナです。ド M、 よいしょギターでド S 担当シビーです。
ろしくお願いします。というわけで、ド S とド M が揃ってしまったわけなんですね。まあ、ある種目音です。あ、目音、目音で、あ、うまい感じで。いやもう本当、ね、もうすごいキャラが来ましたね。ド M ド S キャラ、すごいキャラ濃いですね。これはそうですか。そうですね間違いないと思います。薄いです。いや薄くないですよ全然薄くないですよ。薄くないですよ。今日の中で薄い方かなとか思ってたんですね。薄いですさすがっすね。はい、というわけで、そのね、はい、ノイジークラウズさんですが、はい、ちょっとバンドの方を紹介させていただいてもよろしいですか。はい、2010年ですね、11月13日池袋手刀にて、あ、チョップです。あ、チョップですね。はい、あ、手刀と書いてチョップ。チョップです。失礼しましたちょっとなんかそっちがもうねバカ受けですが、はい、チョップ池袋チョップにて、新生ノイジークラーズ再始動というわけで。お、はい、うん、ありがとうございます。こちら再始動という形になるんですか。そうです、うん、90年代に、はい、僕がやっていたバンドを、うん、はい、最近親しくなった仲間たちと、うんうん、また新たに始めました。なるほどなるほど。もうあれですか、その再始動するにあたって、もう最初からじゃあまたやるんだったらこのメンバーだなとかっていうのは最初に、まあやりだすきっかけは僕発信じゃないんですよ。あ、そうなんですか。はい、まあベース、今日来てないんですけど、はいはいはい、ベースのはるかと、はい、はもう昔からの友達で付き合いはなかったんですけど、ノイジークラウズやりたいなって言い出して、で俺ベース弾くからやろうよみたいな話になって、でそしたらギターのシビとか、あと今日来ないドラムの P さんがノイジークラウズ好きで CD 持ってたとか言うんで、おー、じゃあ早いねみたいな、やるみたいな言ったら、もうすぐやりますって言って、ですぐメンバー揃っちゃったんで、お、うん、じゃあやりましょうと。なるほど、はい、ちなみにその再始動っていうのが、うん、まあ去年、もう2年前ですかね。あ、もうそんなになります。うん、そうですね、今早いですね、何の進歩もない。何の進歩もない、何の進歩もない、ゲイが増えただけだったいろいろ打ち上げネタ増えた、まあそうですよね。昔ね、バンドやられてる方、やっぱ打ち上げとかってすごいバンド活動についてね、すごい大事だったりするじゃないですか。そうですね、今みんなやんないじゃないですか。あんまやんないですよ ね。彼の時代は結構すごいですよ。だってひどかった、ひどかった、ひどかった。でもいろんなね、どういうひどさですかちょっと具体的にちょっと僕ら多分打ち上げの場をビデオで撮ってたとするじゃないですか、はい、この2012年、はい、あれ出したら訴えられますみんなバンドやめちゃいます、みんなバンドやめちゃいますまあ、とりあえず普通の飲み物は飲めないです。あ、そうなんです、ね、普通のビールは飲めない、ね、普通のビールは飲めない。具入りですね、最近。具が入ってるんですか。具でも食べ物だったらいいんですけど、なんか灰とか、ビールの色がさ、沖縄のタイみたいな色しか。そうそうビールって黄色いじゃないですか。そうですね、コーラの色。うわそれもう倒れる人いませんか。まあ、みんな倒れる、まあ、みんなで倒れれば怖くないと。飲めないっていう言葉が言えないんですよ、通じないんですね。もう飲めない人も飲んでみんな強くなっちゃう。まあでもそういうのって僕大事かもしれないですよね。そういうの大事と思いますよ。そうですね、こうね、無理してやらせるのは良くないけど、うん、なんかやっぱそういうとこでこう叩き込まれる精神論っていうか、僕たちの先輩方がもっとすごかったんで、もっとすごかったしょうがないのかな。なるほどね。でもほどほどがいいですよ、ほどほどが。じゃあもうあれですか、今でも、もうこうバンドライブ終わった後はそういう打ち上げ、今でも、まあ必ず打ち上げ、まあそうですね、もうライブの前から飲んでますけど。あー、そのタイプですねやっぱツアーとかも行かれると本当にそういう感じですか。あ、そうですね。この新生になってからツアーって行かれてるんですか。行きましたね。あ、どの辺回られたんですか。大阪行って、名古屋行って、はい、水戸行って、おお、群馬行ったね。群馬、お祭りとか出ましたよ。お祭りですか。群馬の水上っていうところがあるんですけど、うんうん、そこの温泉街があって、でそこで、じゃあもうおばあちゃんとかいるわけですね。おばあちゃんとかおじいちゃんとか、はい、浴衣着たような。あ、おばあちゃんいます、ね、もちろん宿泊は旅館に泊まりました。あ、そうなんですね。いいですね。そうなの。温泉街にできた、なんか多分こんぐらいのステージで、
俺たち立ってで、まあ、まあ大丈夫じゃないですか、はいはいはい、あなんか東京のバンドが出てきたな、まあ、俺が出てきたっていうのをなんかちょっとこれ日本映画のホラー映画みたいなそれはねでエピソードがあって、はい、そのお祭りでライブで拡声器僕使うんですよ、はいはいはい、でサイレンとかブーって鳴らすんですよ、うん、で事前に、まあ、あの一応リハーサルでも使ってたので、はい、まあ、本番も使ったんですけど、したら本番中にサイレン鳴らしたらずっとこの係員の人がバッテン出してて、で何の意味だか分からなくて、とりあえずガンガン拡声器鳴らして、うん、で終わってからライブが終わってからその係員の人にあの街中にそのサイレンが流れちゃったので、はい、その何か事件とかそういう火事とか事故とかそういうの、うん、緊急なんとか以外なんじゃないかっていう風な苦情が来ちゃってるんで、はいはいはい、ダメだね、人集まりそうですね、はい、逆にね、逆にノイジーカラーズで一番の動員が起こりそうですね、そもそもに、ね、おじいちゃんとかおばあちゃんとかね、そういうの理解できないかもしれないですもん ね、何事か、そうですよね。実際反響はどうだったんですか、その、はい、そういうお祭りでやった時のお客さんの反応というか。お客さんですか、もう最高でしたね最高でした最高でしたか、完全に最高でしたねいいですね興味あるわ、その映像見たいですね。いやでもその、あの矢倉があるじゃないですか、矢倉、うん、が、はい、あの太鼓とか、はいはい、あの本番寸前に調子こいてちょっとよじ登って、うん、こう記念にシャメとか撮ってたんですよ若者が若者が悪さしてるで自分の番になったんでもうすぐセッティングしなくちゃいけないんで、うん、速攻降りていかないといけなくて、はいはい、で調子こいてちょっとこうちょっと降りてから飛び降りたんですよ、はいはい、したらやっちゃったんですよ、やっちゃった、何をやっちゃったんですか、なんかやっちゃった、肉離れみたいに着地した時にふくらはぎがプチンと音を言って、うわ、切っちゃったんですか、切ってはいないんですけども、はい、こう離れちゃったんで、うわ、でもう足引きずったまんまステージって、ちょっとかっこいいですね、でも、ね、かっこいいですけど、あの最初から聞くと本当ダメなやつ、ダメなレ、ダメなやつ、ダメなレですね。ダメです。絶対いつもやってるステージアクションやんなかったら俺許さなかったから、ね。なるほど。まあ、なんとかバレないようにちょっと頑張りましたけど。あ、そうなんですね。最悪でしたよ。いや自分のせいじゃん。自分のせいですか。まあじゃあ早速なんですが、ノイジークラウズさんのですね、うん、もうその伝説を、そうですね、伝説を、伝説を起こした、はい、その。ノジクラウズさんの、はい、曲を、はい、聴いていただきたいと思います、はい、じゃあ、はい、曲紹介の方お願いします、はい、最高にかっこいい曲だと思いますノイジークラウズでクオン、ずぶ濡れになり立っていた裸足の少女、君の眼差しが鋭く刺す空、俺の突然を消化的シャウザー、音が歌うのが正義、誰も欲望を欲しろいたくない、何もかも踏むつもりだった、まだたくさん飲み込んだ奥、黒い奴らが飲み込んだ奥、そしてあれで君を超えた、明らかに僕を超えた、君が好きだから咲かせよ咲かせよ、君は大きな鳥になって、咲かせよ咲かせよ、深いな夢の間に間に、咲かせよ咲かせよ、君の広げた羽根、音が歌うのが正義、誰もよくせぬ星を抱くな、何もかも自分に染めた、まだたくさん飲み込んだ奥、黒い奴らが飲み込んだ奥、そしてあれで君を超えた、明らかに連れてくれた、君が好きだった、淡い色した花、祈りを
さあというわけで、聞いていただきましたノイジークラウドさんでクオンでいいんですかね。クオンですかね、うん、はい。歌いますね、歌いますねという言い方もちょっといいのか悪いのかよくわかんないですけど、はい、うん、僕もともとギターボーカルなんですよ。あ、そうなんですか、はい、もうじゃあ作詞作曲っていうのもみんなでやる感じなんですか。今んとこはこのクオンっていう曲は、はい、スタジオで俺がギャーって弾いてこういうメロディーで、でベースの人はコードしてるんでこうやって弾いてください、でここのリズムは多分これがいいと思います、ってあとはお任せします。ああそうなんですね、お任せしますちょっとそこ違うみたいなとこだけ俺言うんでみたいな曲の作り方ですね。じゃあもう割とこうバンドを信用してるっていうことですよね。そうですね、うん、なんか全部がこう自分一人で完結するんじゃなくて、そのバンド内での化学変化を楽しむ、はい、そうです、うん、まあみんなあの100選メンバーの人たちなんで、まあ、ぶっちゃけあの曲全くなしでステージ立って、うん、まあ、ジャムった感じでライブやれちゃう仲間たちが、まあ、大丈夫かな。素晴らしいですね。じゃあちょっと音源の方ね、もっと詳しく聞かせていただきましょうか。う、ね、CD 売らないといけないんで行きましょう、 CD 売りましょう、 CD 売りましょう、そんな話です、はい、スピードディスクからこれ出してるんですよ。そうですね、さっき話しました、うん、ちょっと、はい、で、あのいつだっけ、去年、去年、はい、はい、10月ぐらい、9月から発売してるんで、うん、もう発売されてるんですね。こちらミニアルバムですか、ちょっと見させてもらっていいですか。4曲、なるほどなるほど。そうですね、さっきちょっとお話ししたんですけど、ちょうどこのフライヤーで復活されたんですよね。違いますか、このそういうことでも大丈夫です。あ違うんですけど、そういうことしちゃうんですか。違うんですか。僕このフライヤーをあのそのエリアに置いてある無限回廊で見て、なんか何年ぶりかに復活って言って、おおって思って覚えてるんですよね、すごい。それ見たのがこの写真だった気がするんですけど。そうですね。でもこれ、はい、どうぞ。これスピードディスク の, あのスタジオの あのあそこの階段ですか。あそこの階段です。あ、全然あれですね、分かんないですね、言われないと。あ、まじですか。はい、このフライヤー実は僕が作ったんですよ。あ、そうなんですね。デザインもやられるわけですね。はい、なんか自分のバンドじゃねえから適当でいいやみたいなそういうことですか。そっちなんですか。逆にその方が良かったですよね。かっこいいって言われたのもね、これね、良かったよかった。この時って髪まだ赤かったんですけど、今は茶色なんですか。あ、そうですね、そうですね、あの就職活動してるんですすごいリアルなところ来ましたね。バンドを辞めるってこと。嘘です。あ、嘘です、嘘だったんですね。バンドを辞めるってこと。嘘です。あのバンドを取り扱ってる番組でバンドを辞めるって話をすんのいやいや、あの最近ちょっと実家の方で生活してることが長いんで。あー、はいはい、知らねえよ。赤い髪がどい中にいると目立っちゃう。目立っちゃう。あー、やっぱでも本来はやっぱこういう奇抜な髪をされてるんですか。基本はそうですね。すごい大変じゃないですかこれ。大変ですよ。僕も経験 あるんで、うん、すごい大変だし、あとすぐ色落ちするし。そうですよ。自分で染められてるんですか。自分で染めたり、まあ、ヘアメイクさんがいるので。それはいいですね。素晴らしいですね。そういうところやっぱバンドマン悩んでくるじゃないですか、うん、色がたくこういろいろ入ってると、うん、こうどうしようかな、自分でいけるかなと思って失敗したりとか、うん、失敗するんだ。失敗することありますよ、たくさん、ね、たくさんありますよ、失敗してること。あとこれ僕の中の持論なんですけど、はい、バンドでやってる人で赤い髪をしてる人はろくなやついないな。そうなんですか意外と、まあ、さっきも赤い人いましたけど多分あの人はろくなやつじゃないそうなんですね、うん、ひどいね。なるほど、多分ひどい人だと思います。赤い人は幼稚園だね。赤い人誰ですかね、うん、赤い人。あー、そうですね、はい、います、 いますね今パッと、はい、誰ですか。いやちょっと事故危ないよ危ないよ。はい、じゃあ、まあ、最後になってしまうんですが、何か告知的なことがあればぜひ。そうですね、はい、どうぞどうぞどうぞ。いや僕よくはどうぞどうぞって。あの3月の、はい、23日に何曜だっけ、金曜日、うん、はい、新宿ルイド K4 で、はい、ライブがあるんでよかったらぜひ来てほしいんですけれど、うん、でしかもその日あのドローレさんの、うん、まあ、イベントなんですけど、はい、ドローレっていうバンドのギター君が実は僕が前に立ってたバンドのモルノードの時のメンバーということで、
あのモルノード、はい、あのモルノードなんですけど、はいはい、まあ、あのそのバンドが解散してから初めて共演するんで、おちょっとあれですね、楽しみですね。もうそれこそ当時のねファンの方たちもそうですね、集まってほしいです、ね、かといってモルノードの曲はやらないですけどねは、やるかもしれないじゃん。はい、じゃあそういう点にしておこう。そういう点にしとこうよ。わかりました。ああいいですね。いやでもそんな言い方されたら期待されちゃいますね。ねえ、はい、まあぜひともですねそちらライブの方足を運んでいただいて、ね、まあ、詳しいことはホームページの方に載っかってるんですね。はい、この辺に、あ、出ないです、出ない出ない出ない、焦ってる焦ってるスタッフというわけで、本日2組目のゲスト、ノイジークラウズさんでした、はい、ありがとうございました。ラストよし CM でーす。さあというわけでどんどん行きます。行きましょう、どんどん、はい、本日3組目のゲストさんです、リグロさんです。よいしょー、お願いします。はい、それでは元気よく自己紹介お願いします。はい、下手ギターのアンキーです。よろしくお願いします。よいしょー、ドラムのヒロです。お願いします。よいしょー、元気の音もいいね。ギターの飾りです。よいしょー、はい、さん。さあというわけでリグロさん来ていただきました。はい、本日は、はい、ベースさんと、まあ、ベースサポートか、そうですね、はい、はい、まあ、ボーカルさんちょっとね、うん、あのお休みというか、お休みで、はい、もう見てるかもしれないですよ。ああ、ちょっとなんかプレッシャーが、そうですね、見てます、監督らしいですね。さっきのこもった目線がすっごい先からすごい怖くて見てるかってはい、すごい、まあ、そんな、リグロさんですが、はいね、あのライブっていうのは、はい、なんかまあこの資料によるとですね、もうこれちょっとね、これ、はいはいはい、まずは5月11日池袋、はい、まあ、僕言っちゃっていいんですかね、池袋サイバーファースト無料ワンマンってことで、はいはい、やっちゃおうと思います。はい、はい、無料で、無料で、ありがとうございます。よろしくお願いします。これは入場とかはどういう感じになってるんですか。入場、あ、無料ワンマンっていうのはもう全然、はい、来てくれたお客さん全員に。そうです、あのまあライブやった後、あのなんですか、あの物販じゃないや、緊張してるよ、緊張してるよ、するわするわ、今までめっちゃ喋ってたけどね、なんかね、あの出し切ったらね、結構ね、楽屋芸人って多いから、あー、ほんま、なんも喋んないです。楽屋でね、転換中、転換中ね、とかに、あの無料のチケットもあるんで、それはもうバーッとこう話しかけていって、来てくださいって言って、お渡しして、じゃあライブに行った人、リグロさんのライブに行った人が来れるというイベント、いや、そういうわけではなくて、もう ね、そこで台湾さん の、 あのお客さんとかにも配らせていただいて、うん、そのライブした時の、はい、いるお客さんに全て 配らせてもらってるん で、うん、もうでもうしてもらえるも誰でも買えるん、あ、そういうことですね、そうですね、チケットなくても、はい、なくてももうそうだもう無料だからね、形だけチケット渡してるみたいな感じ、はい、です。ちなみにあれですか、このリグロさんはあの、はい、結成ってのはいつぐらいになるんですか。結成が2010年の11月、出せないパターン、11月ですね。俺ちょっと暗い、嫌な嫌なこと聞いちゃったから、ね、あ、そうですね、お父さん、俺が決めちゃおう、決めちゃおう、今決めちゃえ、今決めちゃえばいい、12月でいいです。12月でオッケーオッケーです、オッケー、そのぐらいですね。なるほど、ってことはもう2年ぐらいですか。そうですね、2年、1年半ぐらいですか、1年半ぐらい、はい、1年半やって、でメンバーがちょっとちょく入れ替わってるんですけども、あ、そうなんだ、元々僕とボーカルの日向くん、日向っていう方が片
ちょっと他人興味になっちゃうね。何ついたねぐらい。稲田先生が。稲田先生ね。その二人でやってたんですけども、まあそこからギターとベースが入って、でまたいなくなって、うん、またこっちの二人、短期と飾りが入ってきて、今の形でやってるんですね。なるほどね。もう普段は何こうホームにしてるライブハウスとかってあるんですか？まあ、まあ基本的ってわけじゃないんですけど、うん、まあお世話にそこになってるのは、まあ、池袋サイバーさんとか、うん、まあ、最近は、ホリデー新宿、うん、新宿ね、まあ、よく出させていただいてます、ね。なるほど、はい。じゃあ主に松田ファミリーの方なんですね。そうですね、はい、池袋サイバーの松田ファミリーの方なんですね。そうであると嬉しいなぐらいです、ね、店長ですね今。ヒデさんが大好きな松田さんとね。じゃあまあ早速ではありますが、はい、リグロさんね、ちょっと音源の方聞かせていただこうじゃないですか。はい、はい、じゃあ曲紹介の方お願いいたします。はい、いいかな、うん、どうぞ、リグロで MCS です。どうぞ。というわけで、はい、リゴさん聞いていただきました MCS、はい、ちなみにこれ MCS ってどういう意味？これちょうどあのこれちょっと、うん、あのちょうど今裏の控室で、うんうん、あの MCS ってどういう意味かちょっと待って誰も知らんそこでそこでそこで会議どういう意味か会議じゃなくてほんまにこのえ例えば MCS ってみたいな話が偶然になって、うん、で、あのなんだっけ、なマジでコサくださいあ、それふざけんなよ。なんかすごい他のバンドさんにすごい狙ってると思うんですけどちょっとね、ふざけ倒しちゃってね、割とノリで決めちゃうタイプなんだね。実際に違うんですよ。違う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 。あ、マジでコサックダンスって踊れよと。じゃあこれはボーカルが知ってるってことですか？ボーカル、今はみんな知ってます。今は先ほど。ああそういうことですね。あ、そういう意味なんだと。え、これ言っていいんかな？うん、大丈夫。まあ別に隠してるわけじゃない。MCS？ まあ僕もなんか先ちょっと聞いただけなんで全然詳しくないしよくわからないんですけど。え、
え？そうか。今いい枕言葉使ってからしだぞ。だからちょっと張り付けちょっとできる。いや大丈夫。何？あの何ってんの？植物状態的なことをなんか医療用語的な。あ、そうなんだ。的なって言ってるけど。で MCS っていうらしいですね。なるほどね。はい、じゃあ割とその死世界でもそういう。そうですね。本当精神何？精神心理？深層心理、深層心理、深層心理、こう大奥の方まで行った世界観を書いてるね。どうなんですか？今書いてる本人が今言ってないんで。もう今から電話して聞いてみて。あ、電話。テレフォンですか？もう生放送見てるか言うて。もうなんとかショッキングみたいになっちゃうけど大丈夫なの？大丈夫。明日いいと思うとか言ってくれないですか？なるほどね。まあでもそう言われると割とこうサウンド面でもね、まあ、ちょうどね今音楽を聴いてる時に話してたんですけど、重い感じじゃないですか。そうですね。ね、はい、もう本当ダークなっていうかね、ゴリッとした、ゴリッとした、ドスッとした、ドスッとした。なんかその辺こだわりとかってあったりするんですか？そうですね。曲作る段階ではもう暗く重く、とにかく。暗くって言うてもうた言うてもちゃうぐらい、うん、もうそういう俺喋ったらいかんかな今日言うてもちゃうな、ええええええどんどん引きずり出すから、ぜひお願いします。まあそのぐらい重く暗い世界観でっていうのを構築していくことを目標にバンドをやってるので、なるほど、ね、そうですね。うん、このアルバムの中でも今流れた MCS って曲が一番うちのバンドっぽいかなっていうところで、うん、はい、でもこういう音楽やられてる方って僕共通してると思うのが、普段ってめちゃめちゃ面白い人多いですよね。なぜか。わかる。でしょ。それわかる。大体本当にやっぱステージ上怖いなと思って、うん、うーとか言ってる人がこうなんか楽屋とか会うとめっちゃなんか本当みんな関西弁だったりとか。すごい多いですよね。ただの陽気な兄さんで。そういうの陽気な兄さん。おはよう。ライブでどう。そうですね。それがもう見たくて、やっぱ楽屋も知ってる僕らからするとすごい好きになっちゃうバンドが多いんですよね。僕とかやっぱだから。ギャップあると結構やっぱり。それから笑うな。プって言うな。ギャップあるとやっぱりですね。確かに髪型崩れてきてるけど。あ、大丈夫。なるほど。まあもう面白い兄さんたちになっちゃったね。そうですね、完全に。大丈夫ですか？なんか大丈夫。ごめんなさい、これも一応控えてるんで。そうなんだね。なるほどなるほど。ちなみにもうあれですか、はい、音源、うん、これじゃあもうちょっと告知しちゃってくださいよ。ね、はい、2012年の1月29日に、はい、ファーストミニアルバム、はい、ホロー収録の、あ、ホローですね。ホローですね。ホロー、はい、今流してもらった MCS って曲がそのホローの中に、うんうん、はい、収録されています。なるほど、はい、これミニアルバムってことはもう6曲とかなんですか？何笑い？怖いお兄さんがちょっとなんかちょいちょいボケかましてる。5曲です。あ、結構こうミニアルバムってちょっとなんだろう、まあ、フルアルバムまではいかないにしても、うん、シングルとは違ったその曲の選曲の仕方ってしていくじゃないですか。なんかまあね、当然そのホローっていうそのコンセプトの中、じゃあどういう物語を描いていこうかっていう感じでそのミニアルバムって作ったと思うんですけど、はい、もうそういうコンセプトとかっていうのはみんなで話し合って決めてた感じなんですか？やっぱり暗く重くっていうコンセプトが大前提にあって、うんうん、その中からやっぱりシングルではできないような、うんうん、やっぱりアルバムでしかできないような、 なんかコアなというか、うん、分かりづらい曲だったりとか、分かりづらい曲まあ悪く言えばというか言い方悪いですけど、ちょっとマニアックな感じの曲とか、これ分からんやろって、はい、そんな感じの曲を、まあ、まあ好き勝手にやったりしましたね。じゃあ割とマニアックな方が本当は出したかった自分らの 音源っていうか世界観だったりするんですか？実はやっぱり、あ、やっぱり多いですよね。その方が、そうですね、はい、うん、出しやすいかなとは思いますね。うーん、
そういうバンドってやっぱ変な顔してますけど今大丈夫ちゃんと映ってるよ人が真面目に喋ってるのに時々出る病気ですそうなんだねすいませんそういうバンド多いですもんねやっぱそういうマニアックな世界観を本当は出したいただ A 面というともうちょっと聞きやすくして窓口を広げたいっていうアーティストやっぱ多いじゃないですか、はい、リグロさんもそういう感じなんですかねそうですね、まあ、けどそのシングルの中でもやっぱり、まあ、聞きやすくもあるんだけれどもやっぱり要所要所でそういう世界観を出せていけたらなっていうのは、はい、作ってる段階では思ってましたありますよねそういうのアーティストはうんじゃあもうリグラさん的に、まあね、そうやってね暗く重く暗くやってるわけじゃないですか、はい、こうライブでお客さんにこうどうされると嬉しかったりするんですかどうされると、うんまあ、やっぱ激しい曲は暴れて、まあ、頭フレーだの、うんね、モッシュもそうですし、まあ、そういうの求めてるんですかライブでまあ激しさやっぱ激しさっておかしいけど、うんうんまあ、大前提に、まあ、暴れてくれたやっぱうん、嬉しい嬉しいうんそうですね、うん、まあこっちをやってても、うん、なんていうんですか、うん、あ無理やわ俺ここも心が折れたなんか垣間見たからこの距離であと MC 入るときに、うん、あのメンバーコールがあるんですよファンの方から、うん、でもそれはなんか平田とか、うん、シャウトでガンガン来られるのが30秒ぐらい続くんで、それが何気に嬉しかったりしますね。なるほどなるほど。じゃあもう相当ねお客さんも気合い入れていかないと。そうですね。てかもうすごい気合い入ってますね。逆になんかダメそれ言っちゃダメ。それは言っちゃダメ。俺でしょは持ってカリスマカリスマ言っちゃダメだからそういうの。負けないようにとは思うちょっとビビってんだすげえ気合入ってんなってもすげえありがたいよねそうやってねやっぱ同情してくれたわけだからね、うん、確かにいなきゃもう成り立たないそうね、うん、いやもうね本当そう思う本当にそう思ってる思ってますポカーンってちょっと急に振るよ僕さっきちょっと話気になったんですけど、うん、出身がなんかいろいろ違うということで、はいああさっき関西なんですかってちょっと聞いたら全然違かったですね北海道だったっ僕は、まあ、北海道出身で、はいまあ、こっちが関西関西ざっくりしてますねどこだっけ生粋の大阪人やけどああ、うん、そうなんですねなるほど生まれも育ちも大阪で で岡山ですよね生まれも育ちも岡山ですなんでちょっと一緒に言ったらつまりも育ちも岡山です早口言葉ですねでもドヤ顔だったもん言ったったぐらいのちょっとねもっといっぱい喋りたいんですがだからねお時間の方来てしまいましてじゃあ最後にですねリグロさんの方からあの見てくれてるお客様にですね、最後のご挨拶お願いします、はい、ですね今この場ではだいぶチャランポランな兄さんたちだと思うんですけど、まあ、ステージ上では決めて暴れていくんでよろしくお願いします。かっこいいね。はい、リグロさんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、では CM でーす。はい、はいというわけでどんどん行きますよ行きましょう大丈夫疲れてないいやまだまだこれからですよようやくエンジンかかってきた感じなんでエンジンかかってきた、はい、ちょっと遅くないすいませんはいというわけで本日4組目のゲストさんです、
セシルラ、セシルラセシリアルーナさんですね。はい、どうもさあ、じゃあちょっと自己紹介の方お願いいたします。はい、ボーカル未来です。よいしょー。はい、ギターのアゲハです。お願いします。よいしょー。どうぞ。じゃあギターの狂気です。よいしょー。ベースのリオです。よいしょー。はい、ドラムのエンジです。よろしくお願いします。さあ、よいしょー。というわけで、すいません、早速僕はバンド名の方で噛んでしまったんですが、いやこれはでも噛む名前ですよ。セシリアルナさんセシリアルナさん、はい、これちなみに聞いていいですか、はい、ファンの方からは何て呼ばれてるんですか、はい、よくさ、ほら木村拓哉さんだったらキムタクとか、あ、まあ、多分セシリアとか、多分どうなん、セシルナで多分多いんですけど、セシルナメンバーはセシリアって言ってます。あ、その辺でちょっと対立してるんです。誰もセシルナって埋められないファンとのこう溝みたいな。なるほどね。ちなみにあれですか、女性の方ね、はい、いらっしゃるんですね。これ結構珍しいですよね。そうですね、一人女っていうのはあまりない。ね、もうあれですか、その辺はこう、まあ本当にいいアーティストだからもうじゃあ一緒にやろうぜみたいな。あれ誰も俺と目を合わせてないっていう。なかなかね、そういう感じです、うん、僕でも僕何に詳しいですよ。お、はい、野さん言ってください。じゃあもともとバンドやったメンバーが、うん、あれなんですよね、女の子を含めて4人、うん、4人ですよね。そうですね、合ってますよ。あの時から変わってないですね。じゃあよかったです。これ間違ったら危ないなと思って。もともと女の子はお知り合い。いやもう本当に、うん、彼ですよ、彼。おお、彼長いです。長いですね、もう長いですね。僕は本当バンド始めて一番最初に友達になったんじゃないかと。ああ、そうなんだ。でもあっち座ったらいいじゃん。いや、そうなんですよ。でも多分彼は俺のことあんま好きじゃないな。いやいやいや、絶対だってまずこんな長くバンドやったのに一回もイベント誘ってもらったことない、うん、ああ、まあそれはもう判明だわ、はい、しかも主催を誘っても一回も出てくれたことない。ああ、はいはいはい。しかも遊びに行こう遊びに行こうって一回も連絡聞いたことがない。あるある、口だけ。そういうのある。連絡は俺もずっと待ってる。いや、おかしい、絶対おかしい。お互い待ってる。そうだ、絶対おかしいっすよ。で、1年に2回ぐらい偶然会うんですけど、そのたびに連絡してくれないじゃん。っていうのを1年に2回ぐらいやるのを何年もやってます。何年もやってます。そして俺は今初めて名前がアゲハになったんだってことを初めて知りました。危なかった、すげえ危なかったです。はい、なるほど。あとあれですね、なんか書いてあったんですけど、うん、セシルナって書いてあったんですけど、名前は変わったんですか。セシルナでした。あとロゴ表記がちょっと変わって、うんうん、なんかメンバーチェンジがあったんで途中で。ああ、はいはい。その時にロゴとか曲も変えてっていうやったんで、曲も変わったんですね。じゃあ結構そうです。なんだかんだ最近曖昧になって前のもやってるんですけど。どっちやねん。どっち。どっち。ちなみにあれですか、もうそれこそもう結成で言ったら長いようになってくるんですか。そうですね、前のメンバーからだともう4年ぐらい。ああ、じゃあ結構もうやってるんですね。なるほど、なるほど。まあそこで今のメンバーが集まり、もう心機一転やってやるぞと。やってやるぞからもう2年ぐらい経ってる。あれあれ。ちなみにあれなんですか、この衣装が正式なんですか、サンタのコスプレが正式じゃないんですか。どっちもね。どっちも。コスプレとかも行く感じな。そうですね、まあ楽しければいいかなっていう。もうすごいよね、だって羽ついてるもんね、はい、生えてるんです。あ、危ない。失礼しました。生えてらっしゃる。そうですよ。なるほどね。生えてる生えてる、まあ、結構、ね、みんな生えてるんですけど、うん、まあ俺だけちょっとしまえないっていう。ああ、なるほどね。不器用なんですよ。みんな一応生えてるんですね。ちっちゃい、すごいちっちゃい。肩甲骨のふりしてる。苦いやね。面白いね。結構面白い人たちだね。結構面白い人たち来たね。来ましたね。ついに来ましたね。今日。なるほど。じゃあまあね、そんなセシリアルナさんですが、早速音源の方聞かせていただきたいなと思います。それでは曲紹介の方お願いいたします。セシリアルナで暁の聖火です。
深く炎は燃え立つ。はい、というわけで聞いていただきましたセシリア・ルナさんで暁の聖火。はい、はい、暁の聖火、暁の聖火、はい、かっこいいね、うん、決めが多いんだね。多いかもしれないですね。ね、もうそれはスタジオでみんなで決めていくんですか。結構作曲者が、うん、結構ある程度のものを作ってきて、自分とあのリオがほとんど作ってるんですけど、もうほとんどもうこれ叩いてっていうぐらいの感じで持ってきたんで。うん、はい。あ、そうなんだ。割と。オッケーオッケー。でもここ叩けないから違うの。あ、そうなんだね。この君は守ってる。すごいすごい。なんかあれだよね。激しさと切なさとみたいなね。ああ、そうですね。感じするやんね。ザビジュアル系って感じですね。とっても。いやでも意外とやっぱこういう決め多いと上手じゃないとできないからね。あれ違うこと言ったの、まずいこと言う。おかしいですね、そんなわけないですよね。おかしいな。なんかまあ作曲する上でなんかここはうちららしさだよなみたいなのあったりするんですか。どうですか。いや、やっぱストリングス系とかピアノとかを多く入れて、うん、激しさの中でも上物で結構綺麗さを。おー、ちょっとミュージシャンっぽいですね。そうですね、かなり今日初めてミュージシャンっぽい人がいる。4組目にして。なるほどね、ストリングスが、はい、あ、まあやっぱじゃあそういうストリングスとロックの融合みたいなのと、そうですね、融合が一番目指すところかな。うーん、なんかもう昔からそういうシンフォニックなものが好きだったりするんですか。そうですね、吹奏楽やってたりとか。おー、それはそれは、そういうなんか、うん、盛大な感じとかが、うん、壮大ね。壮大。ごめんね。おー、ごめん。どうしようかなと思ったんだけど。盛大系と、よいしょー。壮大ね。はい。壮大な感じがね。うん、なるほど。なんかまあ、さっきちらっと見させていただいたんですが、あの、これ、世界、海外公演なんかもやられてるということで、すごいじゃないですか。なんか行けるところはどこでもっていう、あ、割とそういう感じ。はい、はい、まあパスポート取ったし、パスポート取ったし、呼ばれてるし、まあ行くかみたいな、もったいないからみたいな。ワイドよりちょっと遠いくらいかな。そうね。あ、すごいじゃないですか、ワールドワイドに活動されてる。素晴らしいですね。本当に羨ましいですよ。まあでもやっぱ海外のね、お客さんとかも、うん、おジャパニーズロックスターみたいな。あっちの方が熱いですね。あっちの方が敵に回すわ。敵に回す。主にどの辺なんですか。ヨーロッパですか、やっぱり。いや、行ったのは台湾とシンガポールにとりあえず行かせてもらって、うん、
でもヨーロッパすごい行きたくないですか？行きたいです。行きたいですめちゃくちゃ。今年はぜひ行こうとしてるんですけど、うん、あ、そうなんですね。呼んでくださいって。そうですね、呼んでほしいのと、まあ一応考えてるとかも組み立ててるところなんで。あ、すごい、すごいじゃないですか。きっと行けたらいいな、いいな。じゃあ来行きますよ、はい。なんかね、でも音楽的にも割とその様式美なね、そのヨーロピアンっていうぐらいですかね。ね、そんな匂いがしますもんね。音楽っていうか、まあ、楽曲と見た目は多分それ系で。そうだよね。実際は全然違うんですよ。全然違うんですよ。こういう感じでちょっとだいぶ違うんですけど。わちょっと見させてもらっていいですか、はい。これはフライヤーかな。フライヤーですね。ね。実際は全然違うんですけど。その写真ね、ちょっと待って。ちょっと待って、違いすぎるだろこれ。こうなっちゃう。後ろのドラムなんですけどそれ。え、黒いのですか？黒いのも白いのも全部ドラムです。そうなんだ。ちょっと一回見せてあげた方がいいですかね。どこだ、どっか。これでいいですか？これがこれなんですけど、結構振り幅広い感じでやってるんですね。広すぎだろこれ。いやーちょっとね、白いのは確か顔面ケーキをフラットしてこれどこウエストかなんかに食らった感じですか。しかもこれなんかシューマイみたいなの食ってるけど。そこ楽屋ですね。楽屋かい。これ見とくけど。なるほど。まあじゃああれなんだね、こう面白いことなら何でもやっていこうよっていうスタンスなんだね。でもね、そういうのってやっぱ大事だと思いますよ。結構でもこんな変わったの最近ですか？もっとなんかすごい。ライブはその、まあ、なんだろうな、もともとそうやってたんですけど、あ、そうなんですね、印象としてはそういうイメージがやっぱつかないんで、外発信も全部ごちゃごちゃにしようっていう、あ、そうなんだ、のが最近です、ちょっと、はい、でもさ、ほらもうそれこそセシリア・ルナってもうちょっとバンド名を、ね、聞いただけでもちょっと世界観をちょっと見えるような感じじゃないですか、でもこういうね、黒塗りとかね、こういう世界観でしょ。それは何、心が折れた瞬間があったの。いや、なんだろうね、なんかもともとみんなちょっとずつやりたかったのを、好きにやってみようってやったらこうなってみた、うん、ああなるほどね。そしたら自分たちもよく分かんなくなっちゃった。本当の僕ってなんだろうみたいな。どれだろう。まあでも曲とかは安定して今までのようにやってる。ああなるほどね。今はここ、ね、この状態。ああそうなんですけど、そうか、ちょっとあの横道それるとこうなっちゃうんですよね。なるほどね。行くとこまで行っちゃうぞ。だって僕そうだ、見させていただいた時は。シップ投げてましたよね、ライブで。ウエストっていう会場で白く染めたいっていうのもあって、お白い聖なるグッズを持ってきたっ、みんなが欲しいものは何だって考えてっつって、ライブ中に煽りながらシップをばらまくって、臭い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 、結構スースーする。シップが中国をヒャー、それ見て喜んで、喜んでしょうもないバンドだね。好き好き、そういうの好き、いいですね。暴れた後にも使えるっていう、そうだよね、便利だよね、便利だよね。でもそれ後でライブハウスの人に怒られたでしょ。まあ、いや多分大丈夫です、ね、大丈夫でもその後あのそのライブハウスに出れなくなったとかそんなこと呼ばれないなんて、ボスに迷惑がられてる可能性ある。 あ、 あいつらシップ投げやがった。あいつらが投げたシップが落ちてる。そうそうそうね、なんか楽しそうじゃないですか。まあね、そういう海外公演とかも、まあ、経験されてるということで、うん、基本的にはあれですか、どっかホームにしてるライブハウスとかっていうのはあったりするんですか？うわ、特にホームっていうのは全然なくて、うんうん、ただなんかでもコンスタントにやっぱ自分らのイベントを、うん、まあ、2ヶ月おきぐらいにはやっぱ、うわすごい、主催イベント、そうですね、で、次はでもワンマンが4月の4日にあるんで、お、もう声張って言ってやってくださいよ。4月の8日にワンマンがあるんで。おお、来た、おお、おめでとうございます。さあ、ワンマンタイトルはイースタンアンジェリアニ。なんだ、お前らホモか。違う、お前らホモか。なんかタイトルだけちょっとコンセプトっぽくて、あ、そうなんだ、自分らもちょっと言いにくいって。あ、なんで言いづらいの。言いづらいの考えないで。言いづらい。なるほどね。いや、もうそれはあれですか、ワンマン、どんなワンマンにしようって考えてるんですか？一応あの、まあ、ライブハウスの中に、うん、まあ、200人を呼ぼうっていう、うんうんうん、あのそこをコンセプトというか目標にして、はい、今回は、ね、200人が笑って帰ろうっていうレベルです。
いいですね、でも笑いに走るの、その笑いってどっかに入るだろうな、う笑顔って言った方がいいんじゃない、笑顔、笑いって言うとさ混ざりそうです、でも笑いも多分否めない、完全ライブにはならないと思います、なんかしばらく混ぜてやってるお金っていうのもあってお客さんも混ざってるんですよね、あ、なるほどね、どっちも求めてる、あ、どっちも期待してるんだ、そう、期待されたらもう答えるしかないと、そうそうです、エスカレートしてくる、そういうのがないとちょっと物足んないんですよ正直なるほどね、ちょっと見たいね、そうですね、その時にまた湿布とか投げたりする感じですか、多分何かしら投げるから、あれは次のこと考えてるよ、あれはもう投げる曲なんですか、基本的には、いや、なんか手が空くから投げようかなって演奏しろミュージシャン、ミュージシャンいや、ジャーンつって楽しみですよ、ジャーンって、ね、たまにドラムソロみたいになってるね面白いね、いいですね、ちなみにこれちょっと聞いていいですか、この黒い顔の時って撮影用に黒くしたんですか、これ、これは違いますよね、きっと顔タクを撮ったんですよ、顔タクを、ね、何の必要が何が顔タクを撮った、その顔タクを撮った後のやつをメンバーが見たいからって言ったから、うん、サメ撮って送ったらフライヤーになっちゃったもうお母さん泣いてるよあんた東京で何してんの間違いない顔タクはなんで撮られたんですか、もともとは、あの彼の誕生日イベントの特典を作るので、うん、あのみんなの手形とか、はい、まあ一点物を作ったんですけど、僕だけなぜか顔で顔って撮っていい言ったら、うん、美味しいって言われなるほど、素晴らしいですね、うん、まあじゃあちょっとね残念ですけどもお時間が来てしまったということで、はい、最後にじゃあそのワンマンに向けてのですね、まあじゃあ代表して一人の方、じゃあ見てる方に言ってやってくださいよ、リーダーが、俺かよ、リーダーがビシッと言ってやってください、ワンマンについて一言アップやってよ、え、きっと楽しいライブをするんで、きっとね、絶対絶対、ね、皆さん来てください、くらいくらいいや、まあ、本当にね、本当に結構あのやらかしてるんで、うん、あのネットとかであのセシリアルナって検索してもらえれば、うん、変な動画とか結構出てくる、今までやらかしたことがいろいろ出てくるんであの見てもらって、はい、あの普通のライブはしてないので、うん、はい、逆に気にしてください、はい、ぜひともワンマンライブに来てくださいというわけで、はい、はいはい、4組目のゲストセシリアルナさんでした、ありがとうございました、ありがとうございました、はい、では一旦 CM です、さあというわけで、はい、もうテンション上がってきた、だいぶ上がりますね、上がりすぎてない、だいぶ上がりすぎましたね、もう検索したいですもん今今すぐでしょ、はい、今すぐ iPad あるしね、ね、ダメですよ、まだ後でね、後でというわけで、はい、5組目のゲストさん、はい、紹介しましょうか、はい、はい、では本日、5組目のゲストさん、ラズさんです、よいしょ、はい、はい、では自己紹介のお願いします、はい、花声ですけどボーカルの小太郎と申します、お、花声よいしょ、はい、よいしょ、ドラムのジュラと申します、よろしくお願いします、ありがとうございます、ギターのさやかです、よろしくお願いします、はい、よいしょ、よいしょ、ベースのまゆです、お願いします、お、はい、ありがとうございます、さあというわけで、来ていただきましたラズさん、まあ、はい、この番組初めての女性ガールズバンド、初めてなんですか、
初めて初めてですよ。いらっしゃいます。まあ中途半端なやついるけどね。はい、どっちかな。はい、中途半端。どっちだろうな。ごめんなさい、中途半端。可愛いって言われてるぞ。あ、どうもありがとうございます。はい、というわけで、これボーカル小太郎さん、女性ですよね。はい、中途半端ですけど。あ、大丈夫大丈夫。これ小太郎っていうのは本名？いや、まあ本名ですね。あ、本名なんだ。へえ。ということにしておいてもらう。手でやってもらう。手なんですね。はい。すごい、でもガールズバンドってやっぱちょっと珍しいって言われること多くないですか？そうですね。あんまりいないですよね、女性のバンドは。なんか自分たちの中でこう、何バンドやろうぜ。そもそもどうやって結成したんですか？ほう。すごい不思議な集まりで、なんか最初三田さやかと僕らの小太郎が一緒にやるってなってて、そこに私が入るってことになって、で最初他にギターとベースがもういたんですけど、後からなよが入るってなって、ちょっとまあ入れ替わりは激しいんですけど。それはもともとみんな友達同士だった？いや違いますね、もうバンドやろうぜってバラバラで、住んでるとこもバラバラで。あ、そうなんだ。山梨と埼玉。山梨、埼玉。今でも山梨なんですか？いや、こっち来ました。あ、そうですね。なに、それはもう楽器屋さんとかのメンバー募集の張り紙とかで？そうですね、ノリはそんな感じですよ。あ、すごいすごい。まあじゃあちょっとある種運命的な。そうですね。お、素晴らしいじゃないですか。運命来ましたね。まあじゃあちょっと早速ではありますが、そんなラズさん、はい、音源の方聞かせていただきたいなと思います、はい、じゃあ曲紹介の方お願いします。はい、青空です。さあ、というわけで、聞いていただきましたラズさんの青空。はい、ね、なんか青空見えましたよ、僕。あ、ありがとうございます。だいぶ見ましたよ。もうどこまでも透き通ってましたよ。もう嬉しいね。そうですね。はい、僕にはちょっと曇り空に見えちゃいましたね。心が、心は曇ってるんで。そうだね。ドヨーンとしてるからね、実はね。実は、はい。これあれですか、みんなで作曲したんですか？そうですね、この曲はギターのさやかが原曲を持ってきて、うんうんうん、でなんかドラムとかベースとかもみんながそれぞれで乗せてくる感じですね。なんかいいね、ういういしいね。そうですね、うん、いい年。こらこら言うな言うな。まだでもあれですもんね、結成されてというか、この体制になってからは間もないという。そうですね、ほやほやで、ほやほやですね。ほやほや。でも仲いいんでしょ？仲はいいですね。もうあのこのなんていうんですかね、こういうとこじゃないと、うん、話してる話がちょっともうピーみたいな。えげつない。女子ない話、ね、だ結構大丈夫だよ。あ、本当ですか？うん、なんとかする。あそこに座ってる人が。よろしくお願いします。なんとかするから、ね。
まあ、じゃあもうスタジオでみんなで一斉のせいっていう感じでやっていくんだ。そうですね。なんかあれですか、まあ、今ねちょっとちらっと聞いたんですけどみんなそれぞれ好きな音楽がバラバラってことで、はい、民ちょっとみんな皆さん一人ずつ、はい、そうですね、聞きたいですね。もう墓場に持ってくすバンドはこれだみたいな一つだけ。私、あの音楽好きになったきっかけが、うん、あのペニシリンさん。ああ、ペニシリンさん、もう今年20周年、そうですねすごい長いバンドで好きになってから。なるほどなるほど。そうですね、そこから、うん、そうです。意外ですね、すごい、うん、バンドだとジンっていうバンドさんがすごい好きで、はい、うーん、はいはいはい、英語の、カタカナで、カタカナジンさん、これこれ中途半端なこと言いやがった、もしかしたら本当ですか。そうですね、じゃあ多分分かんないですね。ジンさん、これはロックな感じなんですか。そうですね、女性ボーカルで、あ、すごい結構ハスキーボイスの、リスペクトしてます。おー、かっこいいですね。どうですか、考えまとまりますか。めっちゃ今お腹すいたなとか今日何食べようかな。一番って言うと、じゃあ、そうですね、ちょっといろいろ聞くんで。ああ、そうなんだ。すごい雑食なんですよ。雑食なんだ。じゃあ、ポイントポイントで、あ、うん、この曲のこの部分がいいみたいな。ああ、まあまあ、でもそういうの分かる。俺もそういうとこあるんで。そうですね。そんな感じなんで。でも、ビジュアル系好きです。あ、そうなんだ。音楽、かっこいいですよね。あ、まあね、ビジュアル系もね、それこそジャンルで言うとすごい広いからね。なるほど、まあロックが好きということで、はい、はい、私は先ほど出ましたけど、ガゼットさん。あ、ガゼットさん、曲好きです。なんか、それなのにこういう音楽っていうのは不思議ですね。そうだね、ディキュアドロップとやりたい曲と聴いてる曲がやっぱちょっと違う、ね、あ、まあわかるわかる、いろいろやりたいな、ね、そうだよね、うん、まあ僕もなんかあれですよ、あの吸収する、まあ要はインプットする音楽ってすっごいバラバラ。あ、本当ですか。うん、でもなんかアウトプットするときはやっぱサイドのフィルターを通してっていうスタンスでやってるからね。だからまあいろんな曲聴くのすごいいいと思いますね。うん、まあなんかあれですか、じゃあまあそうやっていろんな音楽ジャンルが好きっていうメンバーが集まってラズになったわけじゃないですか。はい、ラズとしてなんかこうこれを表現したよねっていうようなコンセプトみたいなのってあったりするんですか。ありますか。ありますか。でもなんか好きなことをみんな本当にやるんで、うん、曲とかも、あの私が先ほども言ったんですけど、ペニシリンとか結構昔からというか、うん、長いバンドさんとかが好きで、なんかなんだろう、みんな本当に好きなジャンルとかも違って、うん、持ってきたのをせーのでやって作り上げていく感じなので、うん、でなんかそれが嫌とも思わないし、むしろなんかこんな発見があったみたいな感じになるので、うん、なんかそういうのがやってて楽しいなって思うので、うん、まあ、なんかね、それでバンドの化学変化みたいなのを楽しんでるわけですね。まあね、女の子同士っていうのだけでも珍しいですけど、はい、なんかやっぱね、ライブハウスとか出るとやっぱ周りと男に囲まれてるわけじゃない。そういうのでなんか嫌な思いしたとかってないですか。嫌な思いは特にはないですけど、やっぱりこうちょっと変な意味で楽屋で浮いてる自分たち、うん、だけど会話はおじさんみたいな。ああ、割とおさんな感じで。本当女子力がなくて、誰もタオルとかティッシュとか持ってない。持ってないんですよ、本当に。もう少し持とう。持っていこう。持っていこう。持っていこう。まあね、でもね、楽屋でね、やっぱちょっと気も使われちゃうでしょうしね。うん、うん、ね。ちなみにちょっと聞いていいですか。髪のセット何分かかりました？今日。今日はあのプロ、はい、美容師やってる。あ、ですよね、ですよね、すっごい時間かかったんだなとさっきから見たんですよ。着目点。でもかっこいいよね、ちょっとカメラさんにも見せてください。右側がね、はい、買ってる感じで子供用バリカンで子供用買ってます。そうなんだ。今日の中の誰よりも髪型時間かかったんだろうなと思って。いやでも言うてもカラオケで、カラオケで散髪して、散髪までしたんですね。あのね、女の子が散髪って言っちゃダメ。そうね、散髪して、はい、散髪してさっぱりしたー。はい、1時間半撮りましたけど。なるほどね。
あと、あ、いいですか、僕まだちょっと気になることあるんですよ。どう入ってるんですか、そのメガネは。これですか、はい、入ってますよ。あ、入ってるんですね。メガネっ子だったんですね。いや、絶対、絶対これは伊達だと思ったんですよ、僕、さっきから。でもコンタクトオンメガネですね。もうめっちゃ今視界いいです。めっちゃ見えるみたいな。めっちゃいいんだ。なるほどね。まあ、そんなラズさんですね。はい、脱線してしまってすみません。はい、はい、なんとあの4月9日ですか、はい、高円寺クラブルーツ、はい、こちらのライブハウスでライブが決まっているということで、はい、4月までまだちょっと時間ありますけど。そうですね、私がまず、うん、あのセッションバンドをやってまして。そうなんですね。今週末目黒の6名館の方で、うん、あのいろんなビジュアル系のガベットさんとか、うん、シドさんとかのコピーをやろうと思って、うん、おそれで周りのメンバーが振り回されてる感じ。はい、そうそうそう、怖いね、怖いね、喧嘩しないでね、影番長なんで。あ、なるほどね。そうかそうか、はい、でラズとしては、まあ、そうですね、4月9日に高円寺のクラブルーツの方で、うん、ちょっと久しぶりだよね、うん、だいぶ空いちゃったんで。久しぶりなんですか、はい、うん、じゃあ早くやりたいでしょうかね、うん、ちなみにライブっていうのはどんな感じなんですか。うん、そうですね、そんな感じかな。こんなのとか、こんなのとかありつつ、咲いてくれる子もいますけど。あ、そうなんだ、はい、でもね、女の子からもね、なんかモテそうな感じするよね。はい、いや、ちょっとまあ、そうですね、こう、ありがたいことに、うん、ちょっとそういう面はね。あ、じゃああれですか、ホワイトでお返しした感じですか。あ、もらったんですけど返してないんです。あら、それはね、まだ間に合うんで、はい、はい、返してあげてくださいね。コンビニで。コンビニミニかコンビニなの。これあれですか、高円寺クラブルーツ、この日のライブはこれをちょっとやっちゃうぞ的なものを用意してたりするんですか。特になしと。特に何も考えてません。サプライズなんで、これ、うんうん、サプライズね、ちょっとまだこれから。そうなんだ、ということにしてもらって。まだこれからって。あ、なるほどね、これから考えますよ的な。実はそんな感じです。なるほど、はい、まあ、詳しいことは、ブログにてご確認くださいということで、はい、これみんなブログはやられてるんですか。はい、あの一つのブログにみんなが書いてる。あ、そうなんだ、はい、うん、なるほどなるほど。じゃあそちらの方ですね、ぜひともチェックしていただきたいなと思います、はい、あのホームページの方にですね、ホームページといいますか、この番組のビジュアランドの、はい、リンクが貼ってあるんで、お、そこからラルズさんのブログに飛べるので、はいはいはい、ぜひともね、興味を持っていただけた方はチェックをしていただきたいなと思います、うん、はい、じゃあ最後にですね、まあ、バンドで代表して、見てくれてるお客さんに一言お願いします。はい、はい、4月9日クラブルーツ、あの久しぶりで気合入ってますので、どうぞよろしくお願いします。はい、というわけで5組目のゲストラズさんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。では一旦CMです。知らぬ理由も知る傷の痛みは立ち上がる理由を与えて、刹那に響く声を救える過ちは刻まれた定めと孤独を胸に抱いて、ああ願いと明日愛せる、それぞれの声も喜ぶ、彼女は死ぬ顔です。Oh, oh, 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 oh
action。はい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 、ゲストさんは全部で終わったよ。はい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 、才能さんも今取り込み中だよ。はい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 、自由な時間では見て、はい、お待たせしました。あ、ごめんなさい、すいません、いたんすか。いいね、ののさん、相変わらずの見切り発車。あ、すいません、ごめんなさい、いたんすね。だいたいフォローが大変なんだよ。すいません、調子に乗りました、君は。まあいいじゃないですか、はい、すごいね、集まってくれたね。はい、また濃いですね、今回も。お、白いですね。しかもこの羽が邪魔でね、後ろの人が見えないっていうね。いいじゃないですか、いいじゃないですか。ちょっとこれね、期待しちゃいましょう。はい、はい、というわけで、まあ本日ね、5組、お、全5組、ね、総勢17人のですね、多いですね、バンドさんに来ていただいたわけなんですが、はい、まあこれ最後にですね、なんすか、心理テスト出た、やっちゃいますよ、やっちゃう、心理テスト、やってしまいますよ、やっちゃいますか。うん、はい、野野くんも参加していただきます。あ、僕もいいんですか。うん、よっしゃ。皆さん見習ってください。今のあの師匠クラスにならないとできないんだ。いい間だったよ、びっくりしたもん。はい、それじゃあですね、トントンといっちゃいましょうか。はい、はい、それでは心理テストです。皆さんよく聞いてください。はい、あなたは野球選手です。野球選手、はい、9回ツーアウト満塁、代打で登場。代打って何？代打って何？マジっすか。はい、9回ツーアウト満塁であなたは代打で登場します。さて結果は、1満塁ホームランでヒーローになる、2全力で三振する、3デッドボールでサヨナラ勝ちはしたがあなたは全治3ヶ月。なんかこれ美味しいな。はい、4気がついたらフォアボールで押し出し。残念な感じですね。はい、心理テストです。9回ツーアウト満塁、代打で登場、1満塁ホームランでヒーロー、2全力で三振、3デッドボールでサヨナラ勝ちはしたがあなたは全治3ヶ月、4気がついたらフォアボールで押し出し。で、ね、そこね、上から見てるとほらこれ、まあ、ABCD ですね。はいはいはい、はい、まあ、1は A、 2が B、 ここが3が C、 ここ D、 ここ D、 直感で答えてください。はい、それではどうぞ。なんでこんなんだよ。
はい、みんな期待してますよ、面白いの。俺しかない。あれ、意外にいない。ペットボールって何？参加すんの？よろしいですか？決まりました？決まりました？大丈夫ですか？はい、じゃあですね、これ何の心理テストなんですかね。はい、じゃあまずは A を選んだあなたたち。はい、はい、A を選んだあなたたちは文句なしのヒーロー。おお、悔しい。素晴らしいです。なんかこれ、どうですか、はい、打たれたピッチャーにも気遣いを忘れなく、ただしガリガリ君を食うと買うと当たり続けてしまうので要注意。これなんすか、心理テストですか、本当に分からん、俺も分からん。俺も分からん。心理テストって言うんですか、こういうの。分からんわ。でもね、もう一個あるよ、はい、ちょっと無茶ぶりです、番組ならではの、はい、あなたホームラン打ちました、気持ちよく打った時の顔をお願いします、だって。なんすかそれ。顔芸、顔芸。飾りの得意分野。映ってる映ってる。行くかい行くかい行くかい。じゃあ僕ピッチャー行きます。はい、カメラはどこに向かう。カメラね、こちらなんでね。はい、じゃこちら、今、やべえ怪我しそう。大丈夫、もう思い切り言っちゃってね。はい、9回2アウト満塁で代打で登場しました、代打よいしょさあ2アウト満塁、ここでピンチ、さあどうする、ピッチャー投げた、パキーン。今の気持ちよく打った時の顔なんだね。はい。なるほど。あんま変わんなかった。入るのを見ると。あ、入るのを見るんだね。あ、なるほど。あ、割と冷静沈着な方で。素晴らしいじゃないですか。すげえ普通なこと言ったな。後でバンドミーティングして。あれないわ。失礼します。そうそう、マジじゃないですか。はい、じゃあ次いきます。2を B ですね。B を選んだあなた。これ大丈夫かな。どんまーい。結果は結果ですが、まずはやることが大事です。必ずヒーローになれますって。努力型ヒーローだ。みたいですよ。慰められた感じですか。慰められた感じですか、僕たち。傷ついてる。傷ついてる。あ、ちょっとデランジェポーズを。わかります。まあでもね、努力型ということで、ね、そういうのがね、わかるんですかね。で、ここでまた無茶ぶりあります。三振してみてください。どうやって。あっさり。デランジェ風にお願いします。ピッチャー投げた。ワンスライはい、じゃあ2球目、ピッチャー投げた。ツーストライク。みんな来るよ、どっか来るからね。はい、いくぞ、ピッチャー投げました。三振三振三振してるから、三振してボールここにあるから、ボールこっち。素晴らしいですね、ありがとうございます。素晴らしいじゃないですか。いやもうちょっとどんどんハンドル上がってくね。大丈夫大丈夫、準備しといて。今超えられます。ガックン上がったからね。はい、じゃあ次、C を選んだあなた、痛い思いはするは勝利の瞬間は味わえないでは美味しくないと思うかもしれませんが、そんなことはありません。体を張ってチームに貢献したあなたこそ本当のヒーロー。傷だらけのヒーロータイプらしいですよ。おお、もう傷だらけなんだよ、まあ、自分を犠牲にしてでもチームのためにっていう。何気に一番かっこよくないですか。ちょっとかっこいいね。ですよね、うん、でもね、無茶ぶりがすごいよ。気を失って、気を失って気がついた瞬間をお願いします。どんなでも一番広くないですか、これ考えたら誰だよ。あまりにもきつくじゃないですか。まあまあいいじゃないですかね。じゃあ我こそはという方。はい、ね、じゃあまずはですよ、まずは、デッドボールでさよなら勝ち。
で、まあ、全治3ヶ月デッドボール食らっちゃった、はい、デッドボールドーン、あ、ボールが当たることだ、そう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 そっからそっから、はい、ボールがドーンで気を失った、はい、失いました、で、気がついた瞬間、はい、3、2、1、キュッ、朝か、暗記もう一回負けたもう一回もう一回もう一回やろう、もう一回やろう、はい、ピッチャーが投げてデッドボール、気を失った、3、2、1、9、あ、夜かアンキアンキ、よくやったよくやった、面白い面白い、はい、ありがとうございます、今のなんか面白い、大丈夫だね、はい、じゃあ最後です、はい、D を選んだあなた、なんとなく勝っちゃったラッキー、そんなヒーローいましたね、敵ヒーローそのままで良いと思います、無茶ぶり、セシリアルの高いっすねなんか白いな、だいぶ白い、無茶ぶりの内容がですね、ぼーっとしてみてくださいちなみに言えなかったんですけど、うん、俺実は A 行きたかったそうなんだ、なんでここにいんだよしゃーない、しゃーない、じゃあもう、じゃあいいよ、もういいよ、あの、これみんな、じゃあこうね、ほら D 選んだ方一列並んでいただいて、はい一列並んで、でカメラこちらですからね、はい、はい、こちらにですね、まあなんとなく勝っちゃった、勝っちゃった人たちが揃ってます、なんとなくなんとなくなんとなく生きてきたんでしょなんとなくね、はい、そこでじゃあみんなで一斉のせいでぼーっとしてみてください先生先生先生、こちらへお願いします先生いらっしゃるから大丈夫だ、なんすか、ちゃんとね、俺黒いなはい、まあここでですね、気がついたフォアボールで押し出してぼーっとしてみてくださいっていう、かなり無茶ぶりあるんで、3219でみんなでポージングを含めてお願いいたします、それでは3219、ありがとうございました、ちょっと先生先生ありがとうございますなんかよくわかんない質問ですいません本当に、逆に申し訳ないですね、どうしましょうねこれね、あ、じゃあもうね、ちゃんとあのこれちゃんとしてます、次、はい、あるですね、まだもう一個だけやらせてください、まね、はい、これはちゃんとあれですよ、あのもうわかりますよ、本性が、本性があります、はい、はい、あなたは喫茶店に入りコーヒーを注文しました、オーダーした後に無性にココアが飲みたくなりました、あなたならどうする、 A メニューを見ながら後悔する、 B ウェイトレスが来ないかキョロキョロする、 C 席を立ってオーダーの変更を申し出る、 D 仕方ないので諦める、うん、はい、それでは皆さん移動お願いします、てってててってれってれってでってれてってれってれでってれ、いきますね、さりげないと入るよはい、あ、決まりました、あなたは喫茶店に入りコーヒーを注文しました、オーダーした後に無性にココアが飲みたくなりました、A メニューを見ながら後悔する、 B ウェイトレスが来ないかキョロキョロする、 C 席を立ってオーダーの変更を申し出る、 D 仕方ないので諦める、決まりましたか、大丈夫ですか、大丈夫ですか、はい、これで分かる心理は、別れた相手に対する未練の度合いが分かるもの、おい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 、怖いよ怖いよ、おいおいおい、気持ちの変化をどうするのかという観点で恋愛に結びつけたものです、はい、では回答ですね、じゃあ D からいっちゃおうかな、お D から、はい、D からね、あ、先生いる師匠がいる、はい、オチの可能性が高いじゃあこっちからいきましょうかね先生お願いします、あ、準備しといてください準備しといてください
はい、じゃあ A を選んだあなた、メニューを見ながら後悔するを選んだあなた、こちらはですね、去っていった人のことをいつまでも引きずる未練断ち切れないタイプです。終わってしまった恋を嘆いて後悔ばかりしてないですか。どうしようもないと分かりながらも自分一人で悩むタイプらしいです。後悔しちゃう？もう後悔してないな、ね、後悔してるんだ。後悔しかしてません。おいおいおい、頑張ろう、頑張っていこうね。いいじゃないですか、まあね、一個一個大切にするってことだから ね、 そうですね、うん。普通の返答が返ってきたところで、じゃあ次はですね、B、 B を選んだあなた、はい、よろしいですか。B のですね、ウェイトレスが来ないかキョロキョロする方はですね、未練はそれほどでもないのに周りの目や反応が気になるタイプです。何その意気投合。そうかな。いいじゃん。いや、これ終わったら飲み行けばいいじゃん。みんなで飲み行けばいい。はい。未練はそれほどでもないのに周りの目や反応が気になるタイプです。周りには未練があるように見られたくないと虚勢を張りながらも終わった恋を嘆くタイプですって、うん、終わったこと仕方ないよと言いながら一人暗くなってませんか。なんかでもちょっと暗くなってそうだもんね。ね、そんなことあるんですか。そんなことあるんですか。そんなことあるんですか。そんなことないですよね。俺たち聞いたら待ってたから今準備してたのに。ダメダメ、勇気をもう。まあ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 いいですよ、まあいいですよ。はい、じゃあ次師匠、師匠もう次の次行きますよ。待っててください。今頭フル回転中。はい、じゃあ次 C、 C を選んだ、席を立ってオーダーの変更を申し出るを選んだあなた、はい、こちらですね、自分の受けたショックが大きすぎて立ち直るのに時間がかかるタイプです。なんとか修復できないか、相手にすがりついたり、もしかしてよりを戻せるかなどと対策を講じようとするタイプです。しつこいと嫌われますよ。はい、すいませんでした。すいませんでした。結構あれですか、こういろんな対策を講じるタイプなんですか。嫌なもの我慢するのが嫌だって、うん、なんか行動しちゃいますね。なんかね、戦略的に考えるの。全部さ、何プ戦略ってのが面白かった。全然わかんない、全然わかんない。まあまあね、相手にすがりついちゃったり、より戻せるか考えちゃうタイプなんだね。あ、まあ、思い当たる節ある。まあ、この番組に出る、まあ、控室で常に対策は考えてたけど、何も活かせなかった、うん。こう来たらこう返したろうと思いつつ、なるほどね。反省会な。真っ白じゃない。真っ白、真っ白じゃないですか。もう入ったらいいじゃん。もう入ったらいいじゃん。真っ黒な。まあいいじゃないですか。はい、まあね、しつこいと嫌われますよっていうことでね、余計なお世話だって言ってやってください。とカメラ回していってみますけど。はい、すみませんでした。気をつけます。なんでやねん。俺はウェイトリストを呼ぶとこね。俺も呼ぶぞ。はい。どうですか。はい。じゃあすみません、師匠お待たせいたしました。はい。D ですね。D を選んだあなた。はい。仕方ないので諦めるを選んだあなたは、いいですか。別れたショックは人一倍大きいのですが、一晩寝ると次の朝にはすっかり吹っ切れているタイプですって。ショックはあるものの吹っ切れるのに早いタイプ、もうすぐに次の恋に走るタイプですね、だって。そうですね。じゃあ師匠、昨日別れてしまいました、はい、そしてその次の日の 朝最初の一言お願いいたします。お前誰だ。なんでですか。なんでですか。朝起きたら痛かね。ブラックだ。なるほどね。まあ、25時超えたら別に。なるほどなるほど。
もうじゃあ てっぺんを迎えたらもう忘れてる。忘れるって。次の姉ちゃんがちょっと。素晴らしい。やめてください。やめてください。はい、まあまあそんなんなんでね。はい、まあ、これで何が分かったかっていうとさっぱり分かりませんから。ありがとうございました。はい、というわけでですね、本日第3回ですね、最後のエースを狙え、これにて、終了という形になるんですが。ですね、はい、終わっちゃいましたね。じゃあ最後、ね、あのじゃあ皆さん、あの仲間のところに戻ってください、仲間のところに。来い来いよ。違う、師匠違いますか。大丈夫ですか、大丈夫ですか。じゃあ最後にね、一言ずつバンドさんたち。そうですね、はい、楽しかったよ。じゃあ端から、うん、大丈夫、師匠一番最後に、うん、ポンポンとね。はい、じゃあどうでしたか、ナルさん。はい、はい、はい、ナズです。はい、4月9日よろしくお願いします。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。はい、バンドで一人で行きますか。セチガルナさん、誰行きます？リーダー行きますか。ありがとうございました。はい、あ、4月8日ワンマンあるんで、あの新宿の歌舞伎町の六本木じゃねえや、新宿の所のレイド警報であるんで遊びに来てください。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。さあ次、はい、ザ・オーバーシックス LP さん、今日どうでしたか。楽しかったです。ありがとうございます。ありがとうございます。また遊びに来てください。はい、はい、ありがとうございます。続いてはい、リグロさん。はい、リグロです。さっき告知できなかったんですけど、5月11日に、無料ワンマン、池袋サイバーでやるんで遊びに来てください。はい、ありがとうございます。はい、じゃあ師匠。いや、完全に俺ボーカルじゃないですけど、こいつがボーカルなんですけど、ね、持ってどうぞ。スピードディスク内のイエローゲートレコーズってとこからノイジークラウズ、土砂降りのなんだっけ、土砂降りの中で僕はうずくまるという CD をリリースしています。別に買わなくていいです。ダメだよ、買わない。焼いてもらってください。買ってもらいましょう。買ってもらいましょう。はい、なんかありました。あと3月の23日に新宿ルイド警報でライブやるんで見に来てください。はい、はい、ありがとうございます。いやー、ニクラブさんでした。もう皆さん濃かったですね。いやー、特に濃かったですね。もう割れ疲れちゃうもんね。はい、もう腹筋が割れちゃいます。腹筋割れるよね。はい、まあ素晴らしい、本当皆さんありがとうございました。ありがとうございます。じゃあですね、最後にですね、告知の方だけさせてください。はい、先月ですね、まあ、先ほども、軽くお話しさせてもらいましたが、はいはい、先月の2月25日に行われました、エースを狙い、この連動イベントですね、うん、はいはい、こちらのですね、イベントのライブ映像がほうなんとビジュアル&TV で見れますということで。ああ、見れるんですね。はい、素晴らしいですよ。素晴らしい。その日にですね、出演してくれました各バンドのですね、まあ、1曲ずつになるんですが、うん、そちらの、そちらのですね、映像が、オンデマンド配信されるということで、ぜひとも楽しみにしていてください。はい、見てください。ね、アクセス方法はこの URL で見れるんですね。うん、うん、なんでぜひともチェックお願いします。サリオさん歌ってますしね。俺歌ってるよ。うん、うん、アコースティックギターでね。そうですね、うん、ちょっと感動しました僕。ちなみにこれ僕とののさんの MC も入るんですかね。入ってないです。入ってないです。入ってないです。はい、というわけで、ぜひともですね、はい、ライブ、各バンド1曲ずつ入ってるのでぜひとも見てください、はい、見てください。というわけでぜひお願いします。はい、というわけで、残念ながらですね、そろそろこの番組の方終了したいなと。終わっちゃいましたね。はい、思います。次回の放送は4月19日、第4回ですね、エースを狙いやりますので、はい、ぜひとも、楽しみにしていただきたいなと思います。はい、お願いします。それでは本日はこの辺で終わりたいと思います。じゃあ皆さん、さ最後もいいですか。はい、一緒にね。はい、で、あのカメラなんでみんな入るようにしてください。あ、こっちか。はい、見切れてるとちょっとかっこ悪いよ。いいですか。はい、じゃあ僕の合図でお願いします。紙版本番紙版本命版スキ版はここで発掘。最後の
エースを狙え、ね、ありがとうございましたバイバーイ。組ませ頂上にいつまで成長、気をつけて足元は小さく乗りくねって荒れたオブラード風邪つ個性君の軽く印象見せてちょうだい、スカンカンの愛情つまずいて誰よりも下にいるなら Life is so of God そばにいるよいつまででも君のその涙が乾くまで。I wanna be your smile, I wanna be with you, 探しに行こうよ。新しい扉、この光が誘う。I wanna be your life, I wanna be your soul, 歩き続けよう。その夢を見たなら、未来へ咲くわ。飽きた安全性表示みたい奴らの言葉そばにいるよいつまででも君が心から笑うまで。 I wanna be your smile, I wanna be with you 見つけに行こうよ新しい世界、黒光